どうもこんにちは。やったやったとクラメンが喜んでいると、未だに葉っぱ隊が脳裏をよぎります。T1 スタイルズです。葉っぱ隊って何ですか？って、学生さんメンバーに言われ、ちょっぴりへこみました。このマップ、鉱山は、初動が大事ですね。丘取り合戦が始まります。プラメンの戦車に対し、私はちょっぴり足の遅い EGA と。まあ、そうなると、敵が丘に向かうのを阻止するのが仕事ですね。結局のところ、丘ダッシュには変わらないね。幸い区画外化しやすいポジション。自走砲に気をつけながら、ペシペシ行きたいと思います。そろそろ快適かな？4号戦車にシャーマン3、格下には負けないぜ。味方の丘取り成功。よし、あとはここを抑え切るぞ。オアプライム機にここには穴が開いてるからね。くそ。ダガリロードは早いぜ。で、おいおい KV853 や、ケツブロはやめてくだされ。うぬぬ。あ、やべ、これ、前進も後退も旋回も出力負けて全くできないやつだ。やめてやめて下がって下がって死んじゃう死んじゃう。よりによって隙間から顔を出したまんまなんだからさ。嫌がらせか？どうせ求愛するなら敵にやってくださいよーって聞こえてねえな。こいつ、落ちてんな、落ちてやがんな、ずっと前進したまんま死んでやがる。うわーあんなんでこんなタイミングよくここにいたんだ私はー。はぁ、あ、ダメだ、積んだ、マジ動けねえ。さよなら、お父さんお母さん。スタイルは最後まで勇敢だったと伝えてくださーい。っていうことがあったんだよ、ギガロさん。スタイルさん、かわいそう。あの KV85 もさ、きっとわざとじゃないんだろうからさ、なんだかこの切なさをぶつける相手がいないんだよね。じゃあ、今回は、まったりやっていきましょうか。そうですね、まったりやりましょう。ここ最近、結構アグレッシブな動画が多かったからね、勝ちにがっつかずにまったり行きましょう。というわけで、今回はまったり会。プレイスタイルも、成績も、そこまで期待せずに、まったりご覧ください。南に攻めようかな、向こうに張り付いて視界を取ってくるので、スタイルさんは、遠くからペシペシしてくださいな。あれ？それなら私の M7 の方が向いている気がするけど。いいのいいの、お兄ちゃんは、疲れているだろうから、僕が接待プレイをしてあげますよ。や、優しい。それじゃあお言葉に甘えちゃおうかな？行ってきまーす。行ってらっしゃい。ギガロさんと二人で組むときは、まったりプレイをすることが多いですね。お、1Sだ。紹介が遅れましたが、この戦車は私の中でアイドル戦車である、M7。ティア5のミドルタンクですが、軽戦車並みの速力と視界、それからペシペシ砲を搭載した戦車です。スタイルさーん、この子をよろしくです。ほいな。ナイスキル。もらっちゃった。えへへ、取られちゃった。気をつけて。M7 は、以前にも数回登場していますね。そちらでは、M バッジも獲得していますので、活躍動画はそちらをご覧くださいませ。あ、天使の輪っかがついてる戦車だ。クランスティア4の自走砲も、天使の羽が生えてるみたいで可愛いよね。クリオスが好きな、ビゾン自走砲も、ロボットみたいで可愛いしね。私が可愛いって思うのは、この M7 ですけどね。お尻が可愛い。まん丸でしょ？それから、フランスティア3駆逐戦車、UA57 ですかね。あれも可愛い。あ、そうだ、ギガロさんを知らない方のためにここでご紹介させていただくと。ACWP1 の、採用担当官改め、人事担当官で、私の可愛い弟です。もちろん本当の弟ではないんだけどね。え？弟の方が出来がいいじゃないかって？ほら、活躍しているオリンピックの選手とかさ、結構次男が多いって話ですよ。長男より、弟の方が出来がいいらしいよね。兄に勝る弟はないなんて、嘘ばっかなんだよね。
それに僕も、軽戦車ばかりに乗っていたり、戦闘回数もまだ少ないから、スタイルさんに色々教わることも多いんですよね。互いに補い合いながら、まったりプレイすることが多いですよね。最近はスタイルさんの影響で、FV304 を開発して、ハマってますしね。そこは近いうちに、FV 招待を動画にしたいですね。そうだね。あ、そうそう、知ってる方も多いかもしれないけど、ギガロさんも動画を投稿していて、軽戦車の立ち回りを紹介していますので、興味がある方はチェックしてみてね。よし、やっとどかせた。ナイスショット。ちなみにギガロさんの動画のリンクは、この動画の説明文に貼っておりますので。待ってまーす。私もね、最近の動画では、それなりの活躍を扱うようになってきましたが、こうやって、まったり控えめにやっていることがほとんどですね。招待を組んだ時は頑張ることが多いので、動画では招待が多めですが、ソロだったり、ギガロさんと組んだ時には、まったり遊ぶことが多いです。ゆえに、ギガロさんとは二人招待で動くことが多いかな？そうだね、まったりは大事ですよ。ボットで遊びたいけど、全力は疲れたななんて時は、ソロでテイケアをうろついています。別に初心者狩りってわけじゃなくて、これぐらいの手当たりだと、他人にストレスをためずに済むんだよね。うむ、やっぱりこの距離の KV-1 を正面から AP 弾で抜くのは無理だね。まったり中には、禁断マシマシしないことも多いですね。ゲームだからね、イライラせずにまったりやりましょうっていうのが、僕やスタイルさんの考えだよね。そうだね、楽しんでやっているのに、それでストレスをためちゃうのもね。戦績、勝率、レーティングだけを気にした戦いって、かなり疲れるんですよね。さて、敵軍側に到着、あとは詰めれば勝てそうですね。詰めちゃいましょう。了解。あ、そうそう、よく私に、次は、何々の動画を上げてください、とか、何々の運用方法を動画にしてください、など、よくコメントをいただくのですが、そういったリクエストには答えられません。基本的に、今手を出していないルートに手を出すのは気が引ける、というのと、私自身、うまい運用方法を動画にしているわけじゃないのでね。まあ、どんな試合を動画にしているのかの説明はたびたびしているので割愛するとして、普段から、このようにまったりと作りたい戦車を目指しているだけなので、リクエストに応えられるまでの余裕はないので、ご理解を。あいつなら撃ってもバレないかな？すごいな。うん、バレないね。あの子は視界が弱いから。しかしもじもじされると困っちゃう。まあ、でもポンポコ撃てるからいいんだけどね。このまま占領で勝てるかな？この茂みは、マリノフカミナミ陣地占領中の人気ポジションですね。コーティアでは決め打ちに注意です。私も視界が取れない時、とりあえずここに打つことがありますし。ねえねえスタイルさん。なになに？僕があと一両撃破したらさ。あ、なるほどなるほど、合点承知、じっとしていればいいかな？多分僕一人で行けます。了解。む、一発援護いけるか？見つかり損の、ですね。やったよスタイルさん。あとは生き残るだけ、一旦キャップは捨てましょう。警戒警戒。あ、でも、脅威は去りましたね。ラスト一両、探します。適当に走ってみようか。味方に占領ポイントを譲ることもできるしね。へへ、譲り合い、大事だもんね。別に経験値にがっついてないしね。M7 は、M バッジも結構取るだけ取っちゃってるし、動画にもそこそこの試合を投稿したからさ、なんだかこれに乗るときは、利益度外視で、よりまったり遊べるんですよね。力を抜いて遊べる戦車だからこそ、最近はあんまり乗る機会がないけど、一層好きな戦車になりました。偵察もできて、ポンポコ攻撃もできて、そして走れる、けれど偵察枠じゃない。以前も言いましたが、これがこの M7 の魅力ですね。あ、終わっちゃったよ。ギガロシャーン、スタイルさーん。戦闘結果です。2バッジと、戦友をゲット、ギガロさんにとっては2度目の戦友ですね。やったね。なんというか、まったりプレイだったので、活躍は特にありませんでしたが、視界で勝ってゆえに攻略、マリノフカの基本は抑えていましたね。全体結果では、私のために視界を提供してくれていたギガロさんが経験値1位。
ま、あれは本来なら私がやるべき仕事なんですけどね。そこはギガロさんの優しさに甘えさせていただきました。ありがとう。ふふ、グランマスターのためなら、何でもしますよ。近いうち、またお付き合いくださいませ。よろしくです。こちらこそ。では、今回は2本立て、2試合目に参ります。2試合目はティアミドルデルインベルクです。結構前の試合、かつ、プラメンと離れて行動していたため、プラメンのボイスはありません。さあ、行きましょう。あ、声がノンナだ、懐かしい。さて、初動はどうしようかな。市街地中央の F ラインに潜り込むか、東側の E ラインの両線で睨み合うかが基本だけど、とりあえず市街地に行こうかな。なんかさ、これぐらいの手当たりだと、無理に攻めても、援護がもらえずに無駄死にしそうだからね。とりあえず仕事をしてるふりをしながら味方の動向を伺いましょう。あや？中央に格上戦車、危ない危ない、中央に突っ込まなくてよかったぜ。東も裂かれてないしね、ブラブラしながら戦況を眺めて正解だったね。ま、これはクリオスの助言があったからなんだけどさ。この2試合目は、まったりではなく、試合を抑えながら実況してまいります。なんか完全まったり会は、賛否両論だったので、ハーフ&ハーフにしてみました。これはクリオスたちが押し上げるのを信じて、こっちは待ち伏せで守りに入るしかないな。この味方のエルクなら信頼できそうだな、一緒に戦っていこうかな。エルクが一撃出したら、こっちがペシペシリロードを稼ごう。引き込んで戦うにはちょうどいいね。お、味方エルクの華麗な一撃。あれはきっと、こっちに出てくるな。ペシペシ行くぜ。おい、こっちだよー、こっちですよー。ナイス足蹴り。これはオイラの仕事がはかどるね。はかどってねー。まああれはもともとエルクさんの獲物だったしね、仕方ない。敵エルクはあそこに群がってるな。あそこで張るにはちと味方が足りない。おっとっと、エルクが流れてくるな。気を引きたくないね。これぐらいのティアだと、見つけた瞬間突っ込んでくる剣カッパや相方が多いからね。てか普通に突っ込んできたか、それなら側面打つか。おろろ？離体が切れたのか？あ、やべ、KV-1 来てるし、早めに切り上げないと。よし、ずらかるぞ。はう、おのれ。今のはこちらのミス、エルクを倒したらそのまま交代ではなく前進すべきだったかも。こういう、運転のもたつきが命取りですね。この M7 みたいな、快速を売りにした貧弱戦車は、ああいう無鉄砲に突っ込んでくる方とは付き合いたくないのよね。おほ、よそ見してるな、くらいくらい。あ、やべ、こっちみんなし。あぶねえあぶねえ、気を引くのはいいけど、殴り合いは嫌だよ。まあ今回は大丈夫だったけど、気を引いているだけのつもりが、無茶して突っ込んでくる初心者さんもいるから怖いんだよね。貧弱 M7 とか言いながら KV-1 の禁断弾いた。てか完全にこっちに睨みを聞かせてるのか、あいつ。あともうちょい、畳みかけよう。はう、初戦は貧弱でした。倍返しだぜ。ワンパン殴られたら2発返しだ。つってもダメージ的には負けている。さて、クリオスと山田さんもだいぶ押し上げてるね。敵も自走砲以外は見えてるし、突っ込もう。まあ大した試合じゃないけどさ、やっぱりむやみに敵に突っ込むのは危険です。やめましょう。って感じですかね。今回は、敵が一人一人攻めてきてくれたから助かりましたね。あの人数にあの戦車の質、全員が足並み揃えた連携を見せてきていたら、簡単に落とされていただろうな。ああいう状況は、なるべく味方と足並みを揃えて攻めるべきですね。そうしないと、一両一両、かっこ撃破されてしまい、今回のように返り討ちに遭います。戦力が偏っているのにもかかわらず、簡単にそちら側が落とされてしまう理由がここにありますよね。あまり奥の方向に味方が行きすぎても、車線の潰し合いで攻撃できないことも多いしね。とか無駄話をしてる間に自走相手のボーナスタイムだぜ。ふふ、君の油断はこの柵に座れるだろう。油断はこういうのに弱い、知ってるんだぜ。まだ弾道が高け危なかったけどね。お次はそちら様かな？うむ、やや精度が悪いのが弱点だな。おっと撃ったな。
あれは高弾道で弾速が遅いから遠距離なら怖くないぜ。よそ見してる固有船。うむ、美味しかったね。こういう自走砲を狩るときも、がっつくと危険なんだよね。お、これ、クリオスが倒せば戦友なんじゃね？あ、山田さん、やっちまったなぁ。というわけで戦闘結果です。1バッジ、ファイター。東側からの敵の進行がばらけていて助かりました。M7 は、弾受け以外は何でもこなせるオールラウンダー、やっぱり楽しいですね。全体成績はプラメンで首位独占。戦友、惜しかったなぁ。今回はまったりした試合と、テキパキした試合を2本立てでお送りしてまいりました。内容的には薄かったですが、まあたまにはね。そして今回で私の動画も90本目、見えてきましたね。私の最終目標の100本目が。80本目の時に、意味深なことを言ったせいか、100本あげたら投稿やめちゃうんですか？ってよく聞かれますが、どうするかは未定、って感じかな、今はね。まあ、どうするのかは、100本目を待っていただければいいわけです。トランキーロですね。100本あげても何も発表がないかもしれないし、どうするのかは、私自身まだノープランですしね。あくまで、初期の最終目標が100本あげること、ということなだけですしね。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。コメント、チャンネル登録をお待ちしております。なわけで、まったねー。